大変だ。だってお前理事やってんだろ、はい、今漫才協会副会長なんだ。副会長だ。長もうお前そこまで覚えてない。会長が球児師匠ですね。ゲロゲロ球児師匠の次はお前なのもだから本当はえぐみさん世代がいるんですけどやっぱり全然やりたがんないんですよ。会長とか理事は。そのじゃあ副会長のなんだろう、こうギャラみたいなのもやっぱあるわけ。あ、これは2ヶ月に1回理事会に行った時の交通費しかもらえない。なんでやってんの。いやちょっとね、あの会長に顧問料みたいなのみたいなさ話になってもおかしくないじゃん。いや全然下働きだよね。もうだってこの間その事務所がなんかこう引っ越さなきゃいけないって時に、はい、新しい事務所の内見とか言ってましたから、物件内見行ったりとか。なんか事務員さんの女の人がね、うん、すごい働いてるのに、もう前のねとこがトイレが臭くて、あの窒息失踪になるんですよ、うん、ペンキの匂いとむき出しのとこで。これで毎回トイレどこ行ってるんですかって言ったら、わざわざロックスのトイレまで行ってる、浅草ロックスのとも歩いて行ってるっていうから、結構離れてんの。かわいそうだなと思って移ったんですよ、漫才協会。そしたら今のところの事務所ももう立て壊しになっちゃうんで、また今度引っ越しなきゃいけなかったりとか。実際何こうやっぱ役員会議みたいなのもあるんです。やってます。だからそこで揉めんだよ、古い芸人が俺らに営業回ってこないっつって揉めすんだろ。どういう揉め事あるの。揉め事はめちゃくちゃありますけどね。だからこう一部の師匠しかこの営業に呼ばれませんけど、どうなってるんですかと。またこのラインナップですか。またナイツ、ロケット団、ピロキ、U字工事。おかしいじゃないですか。なんで私東教授が入ってないんですか。名前は言うな、今名前言うな、フレーマーの名前を言うな。それはもうちょっと向こうが求めてきてるんで、そうだね、こっちが決めてるわけじゃないので、やっぱり今ピンポイントで東教授呼ぶイベントは名前を出すなだけ。世の中にいませんとっていう説得とかをしなきゃいけないです。その師匠は、ね、それ言われて何て、いやいや向こうからオファーが来てるからですよと、はい、我々がピックアップしてるわけじゃないですよって言われて、その代わりもうその営業はないんですけど、もうテレビでもしかしたらちょっと呼ばれるかもしれませんって一応言っとくんですね。それでもうあのアウトデラックスってフジテレビの番組で たまに出したりとかしてあげて、なんか満足感。そうか、その采配とかも、はい、ハラハラの仕事だったりするわけ。じゃあこの人ここに入れてもらえませんかとか、ね、露出をね、はい、マジか、考えて。うわ、それは大変。土屋は何もやってないの。僕は一応常務理事。常務理事。あ、そんな感じすんだ、お前常務理事。日大における内田監督と同じ。常務理事だった。いや、なんかイメージ的にはお前向いてそうじゃん。そうですね。そういうなんかこう、うん、僕は花輪がやってるような仕事とか、で花輪さんにはまあ前に出てもらって、僕はちょっとまあサポートみたいな感じで。いやでもほら俺らあんまりさ、はい、そのベテラン芸人さんと絡む機会そんなないじゃん、はいはい、ね、マジかみたいなこといっぱいあるだろ。だからもともと何やってんのこの人みたいな。チャンス青木師匠っていう師匠亡くなっちゃったんですけど、がもう若手の責任者で、もう受けあの漫才協会初め面談も青木師匠だったんですけど、僕ら本当にずっとジムの人だと思ってたんですよ。チャンス青木、はい、青木さんっていうジムの人だと思ってたら、なんかこうやって袖で見学してたら急にラメの人って来て、この人芸人だったんだよ。そっから始まってますから、全員の師匠の名前分かんなかったから、片方の耳が遠い人いる。それナンセンス師匠です。ナンセンス師匠、はい、ナンセンストリオの片方の耳っていうか、ナンセンス師匠の原田師匠は、はい、岸野師匠が耳が遠いですね。僕が岸野師匠だとするじゃないですか、はい、耳が遠いで、はい、こっちの原田師匠はもう地方が進んでるっていう。やめろよ。そう原田師匠がネタを忘れる、ネタを忘れる、それに聞こえてないから気づいてない。教えてくれよって言ってるのに気づかないの、ずっとネタ平行線のまま進んでくるっていう。見て、ね、お客さん知ってんのその事実は。そうですね、ずっとネタループしてるんで。違う違う、この人ちょっと最近地方が進んでて、この人ちょっと耳が遠いとか、ね、漫才だと思ってる人が半分ぐらいいるんですよね。そういうネタがね。あーあー、受けてる、めっちゃ受けてます。見たい。次のセリフ教えてくれよ。見たいわ。すごい世界だ。その原田師匠がもうたけしさんの番組で地方の人のバスツアーみたいなのがあって、医療番組で昔のなんか懐かしいとこを巡ると記憶が回復するみたいなバスツアーがあって、でじゃあ僕ら付き添いで行ったんですけど、そのバスまでたどり着けなかったんです。
の場所に行こなくてだ本当に血尿が済んじゃった検証する以前に分かってるんですよ。それであのこっちは聞こえるけど、うん、あこっちは聞こえないね、うん、こっちは聞こえるんだよな、うんうん、だんだんこうなっちゃう、うん、立ち位置変わねえよそうか、相方の声聞くためにこっちに行こう。パッチリ近い。まあ50年近くやってる、ね。いや、こっちの方が問題だよ。これはすぐ変われる。パッチリ近くやってる。面白いよ。いっぱいいますね。他はその変な師匠というか。変な師匠だとやっぱりあの春風光太福太師匠。師匠知らない。じゃあごめん、ちょっと勉強不足で申し訳ないな。あの福太師匠、僕は光太師匠。だからここをってガーって噛むんですよ、歯で噛む。そういうネタが、そういうネタです、はい、噛みつき漫才です。噛みつき漫才、そんなジャンルないからね。噛みつくの意味が違うからね。本当に噛みついちゃってる。権力者に噛みつくとかじゃない。相方ここ噛む、で噛むっていう漫才でおなじみの光太福太師匠なんですけど、何年か3年ぐらい前、4年前ぐらいかな、ワールドカップ、前回のワールドカップの時になんか売れたとか言い出して、売れた、俺ら売れたみたいな言い出して、何ですかそれは、うん、ウルグアイのスアレスがなんか相手に噛みついたっていうので、はいはい、あれで俺らブーム来るって。噛みつきブームが、噛みつきブーム来るって言い出して、あれは世界中から怒られてるんだよ。